で、タイラーが15歳、ノアが12歳、で、一番下のダーウィンが6歳。みんな身長が高いよね。あ、すごい、アメリカの中でもめっちゃでかい家族で、お父さんと一番上のお兄ちゃんが195、それぐらいで。で、お母さんが175、すっごいでかかった。仕事はお父さんの仕事？お父さんは建築会社のなんかそれに関係してるって言われて、お母さんは学校で算数を教えてる。1たす1が分かんなくて教わった。これは毎日のようにフレンチフライを自分で畑から芋を取って、そう、お家に庭がめっちゃでかかったから、そこに畑が隅っこにあって、いちごとか人参、じゃがいも、トマト、そうそう、だから毎日のようにセグウェイの庭が、セグウェイ、家の中で遊んで作ったり、セグウェイ何台？セグウェイは1台でノアのクリスマスプレゼントでもらったって言ってたから、お母さんがタイに帰ったらセグウェイと買ったらって言われて、どうしようかな、買ったらって。でも飛行機もはセグウェイ持って乗っちゃダメって書いてあったよ。入ってた、なんかダメですっていう。今まで喋ったやつのやつにも。そういうこと。そしたら後がこしたらこれは。ボーイスカウト、教会のボーイスカウトに、で、山に行ったところ、山に行った時の写真で、1時間ぐらい登ってって、なんかめっちゃ高いところ登ってって、大きな池じゃない？湖に、近くにキャンプで泊まったところの写真で、何テントの、テントどういうの、寝た時は頭が下にこう傾いちゃってたから、すごい血が上って痛かったのって、だから睡眠できたの3時間ぐらいで、すごい強かったのって。寒かったりする？あんまり寒いなっては感じなかったけど、池じゃなくて湖から上がった時はものすごい風が吹いてて、すごい風邪ひいた。なんかそんなところだったら動物とか出ないの？死んだ鹿は死んだ鹿が出てて、で、夜中にコウっていう男の子がいるんだけど、その子と湖で釣りしてたら、後ろ見てって言われて、後ろ見たら山のところになんか月後ろにトナカじゃないや、鹿が立ってて、すごいかっこよかった。生きてるんだけど、こっち見たときにキラッと目がして怖かった。それキャンプに行ったら結構序盤、その1ヶ月の中、車がもう一台来ちゃったもんですから、どこどこが近くて行けますので、もうちょっと下げていただきます。